白水溜め池園庭は、大分県武田市の大野川上流にある、重力式コンクリート造り及び、石像の園庭。1999年5月13日に、白水溜め池園庭水利施設として、国の重要文化財に指定されている。通称、白水ダム。ただし、日本の河川法では、包み高が15メートル以上のものをダムとしているため、 堤高が13.9メートルの白水、ため池園庭は、正式にはダムではない。右岸端曲面流路左岸端部階段上流路、武田市と文豪の塩型地区を流れる富士、糸口維持の水量不足を解消するために設けられた園庭。大分県の農業土木技師であった、小野安夫の設計、監督により、1934年4月に着工し、 1938年3月に竣工した。越流型の重力式、コンクリートダムで、表層は、石像とされている。園庭の両端部には、それぞれの地形に応じて、右岸端部には、無車外しの局面流路、左岸端部には、階段状の流路が設けられており、水流が強まると左右の流路からの水流が、中央部の水流を弱めるようになっている。 武田市周辺は、阿蘇山周辺の火山性地質で地盤が脆弱であることから、落水時の衝撃による基礎部崩壊を回避するために、局面水路や両端の流路などが工夫された。円底の天破裂を超えて流れる水流や、左右両端の流路が作り出す水流の美しさは、高く評価されており、日本一美しいダムと評する研究者もいる。また、大板麦、上中。 二階堂の CM でもこの園庭の映像が使われている。なお、水量が少ない場合には園庭を越えて流れ落ちる水流を見ることはできない。ありがとうございます。